はい、どうも、ヨカチプニプニ今回もやっていきます。今回はね、最終日ということで、ちょっとこのイベントね、ダメだったんですけど、一応ね、特攻なし無課金攻略としては7まではね、行きましたんで、最後ね、選べるコインニャメロ回したいと思います。回したいというか選びたいと思います。一応ね、燃料タンクは23個あったのかな。6が23個って17個だったから6個で、17個で今3個だから11個かな、12発か。とにかくね、特攻なしだとダメージ制限があるんで、1個のスマホでやるんだったら7までが限界。8以降やるんとしたら時間オーバーになっちゃうんで、スマホ2台でね、複数でやるしかないみたいな、そんな感じですね。なんで、特攻なしは基本的には、火力的にも無理だなっていう感じ。スマホ3台で一気に攻撃すれば、その3倍ダメージでいけると思うんですけど、7までだったかなという感じでしたね。じゃあ行きましょう。ニャメロコインは、と選べるニャメロで、結構ね、キャラ的には微妙なキャラたちなんですけど、最近はね、SSS ミッションとか、Z だけ攻略とか、これじゃねえや、失礼。Z 選べるコインニャメロ、これね。で、ボーマとかっていう感じですね。見事に微妙キャラ。ウィスパーがいるか。はい。で、これ、全くなんだけどね、使うか分かんないけど、個人的には、地味ルパンかな。これは後で中を見せましょう。あとウィスリンが、ダメージを食らうとゲージアップとかか。それあれか、山ダンテだっけダメージ受けた技ゲージアップが山ダンテか。ウィスリン、あと回復だな。あとアメジュリかな。アメジュリかカマイータス。カマイータスが、なんだっけ、全消し&3種類の妖怪プニセイリか。プニセイリだね。で、自分以外の妖怪プニが必殺使った時に発動して技ゲージ溜まるとかだな。あとは特に、一応プニセイリ、アメジュリはデカポに降ってくる系か。だからって感じですね。Z ランクのアムロさんがいない人はもうそれでいいんじゃないのって感じでね。中身見れないのね。結構持ってんの三つ葉の槌だけなんだ。どんどん結構持ってないね。みんなどうでもいいと思ってるから、はい。なんでジミールパンがねいいんじゃないかなと思います。で、あとあれだよね、ヨワングリンプリって種族運もあるよね。エンマとかさ、ウスラカゲとか揃ってる、種族ならいいんだけど、揃ってない種族当たったらもう最悪だって感じですかね。はい、というわけでゲットしました。ウスラカゲでね、ボーム結構ね、ニャーサーいるね。ウスラでね、Z のアムロさんがいない。いるじゃんいるから意味なかったな。Z のアムロさんいないアカウントだったらいいんじゃないかなと思います。ただ必殺技ね、前傾者のデカプニで技ゲージ多くたまるだから必殺ね、いけるんで、気まぐれゲートでも使いやすいのかな。デカプニ作っといて、ポカーンだからね。で、溜まった状態スタートだから、気まぐれゲートでいいんじゃないでしょうかっていう感じですね。アムロさんはタップでデカプリだもんね。なんで、はい、地味かなと思います。はい、じゃあ一応他の、ニヤカもお見せして終わりましょうかね。一応イベントクエストね、超ニャンボコインとかね、必ずもらって終わりにしましょう。無課金特攻なしだと7までで精一杯っていう感じかな。あれだ、これね、忘れずに。なんかバグってない、もらえてないのに。
もらえるみたいなの出ちゃったね。あとミッションもね忘れずにやれるところはやっときましょうかね。はい、じゃあ2番目のアカウントいきます。はい、これ2番目のアカウントで、これもね、一応7までランキングは、そっか1万いくらいだ。これはね、台風の目がいるからだな。台風の目いるだけでこんなにランキング変わるんだな。しかも技レベル上げなくていいから楽ちんだな。はい、というわけでこのアカウントも7まで来ました。25個あって19、6は6個7が19の12個使ったかな。うん、まあ12個ぐらいが限界だよね。30分しかないからね。はい、同じく7って感じですね。じゃあこいつも回しましょう。でこのアカウントはなんかこのあの相当がさ合ってんのかな。はい、特殊じゃねえや、ニャーサーって相当してんだけど、あ、山なんてちゃんといるわ。あれ、さっき何だったんだろうな。うん、で山ダンテがね、回復なんで気まぐれゲートに使うぐらい、山タンファンはまあ気まぐれゲートで使い、もし Z 縛りがあったら使えばっていう感じ。うん、ミッチー、あ、そう、ミッチーはあれか、攻撃力アップだからミッチーが一番いいんじゃないのかな。ミッチーいないんだっけ。うん、まあ生ハゲはあんまりいらないな。結構持ってないね。はい、じゃあ行きましょう。超ニャンボコインもね忘れずに、もうすぐサマーニャンボ、あれもう来たんだっけ。サマーニャンボ来るんじゃないかなと。生ハゲミッチー、ミッチーいいんじゃないのって思っちゃうけどね。だからこれも結局同じっすね。ジミールパンジミールパンが一番抜けていいね。なんか短くで出してほしいな。この赤もニジルパンにしました。みんなジミルパンかな。でもな、まあジミルパンが妥当か。でこのアカウントも安室さん持ってないから、安室さん持ってんのにゲットしてもあんま意味ないの。いない、いないね。なんで、はい、ジミルパンがきっと活躍してくれることでしょう。はい、じゃあ3番目のアカウントいきます。はい、これ3番目のアカウントで、これ50だね。同じですね。結局7まではね、私3赤みんなね鍛えてあるんで、今回ねリセマラ対策で種族制限されてたけど、私のアカウントはそんな大丈夫そう。25個あってやっぱり6が6個7がね11個使ったかな。はい、という感じで、まあね、スマホ私今2台しかないんでね、トリプルアタックは残念ながらスマホ2台攻略はできるんですけど、あれですね。でも本当これか、フブヌダルク持ってたんだね。フブヌダルク持っててもね、確かイベントは攻略できなかったはずなんだよね。結構ニャンサーイベント全然ダメだね。ウィスリンがいるわ。ウィスリンが全消しでダメージ受けた時技ゲージアップか。はい、そんな感じですね。あとみんな持ってるミッチーかな。攻撃力アップだからやっぱミッチーが一番いいんじゃないかなと思っちゃうけどね。これね、このアカウント安室さん持ってんだよね。うん、しかも技レベルも高い。なんで、だけど、結局、ルパンにしようかな。うん。結局、ルパンだよ。うん。あー、どうしよう。晴れろみ。ポカポカ弱いんだよな、雨じゅりか。ちょっとワンチャン、ちょっとアメジュリデカップに降ってくるでしょ。ちょっとたまには違うのを取るか。プリチー弱いんだよね。ああ、このアカウントプリチー弱いわ。2番目のアカウントで
アメジュリ取ればよかった。あ、ちょっとプリチー枠空いてないね。このアカウントプリチーマシだった。残念。じゃあ行きましょう。いやー、ほんと原理主義者だな俺は。三赤ジミールパン遊びねえな本当。すごいねこれ、性格がはっきり出てるね。なるほど。はい、というわけで今回はこんな感じにします。陽腕グランプリは大惨敗というか完敗ということでね、全く攻略できませんでしたが、まあ一応ねこのニャメロコインみたいなことは運営さんもねしてくれたんで、ちょっとは楽しめたんですけど、とにかくねゲームがめんどくさいっていうね、それが一番きつかったですね。そして何よりも、ダメージ固定種族縛り、そしてあともう一個何でしたっけ、ダメージ固定種族縛り、あともう一個なんだっけ、ギアだ。そう、このギアの3つ要素ね。いや、なんかこの3要素一気にやる必要あったって、1個ずつでもよかったんじゃないのって思っちゃうんだけど、はい、この3要素ぶっ込んできて私完敗してしまいました。まあちょっと次この、あ、そうだ、燃料タンク2番目のアカウントでね結構ドロップしてたんだよ、それ見せるの忘れたな。結局ね50個ドロップ、あとでねコメント欄見ててほしいんですけど、50個ドロップはいったはずなので、そんな感じですね。16日で50個ドロップだから普通っていう感じで、ただねイベント最初って結構落ちるんで、ちょっと次は50個も落ちないかもしれないので、まあ次は本当にマジスルーしようかなと。妖怪がよっぽど強かったら考えますけど、妖怪まあ強くても弱くても一緒か。はい、あの今回ねガシャも 2,3 回しか引かなかったので、はい、そんな感じのイベントでしたね。皆さんどんな感じで過ごしましたかね。スルーが正解だったような気がします。本当ね強い妖怪今回いなかったしね。はい、すいません。それではね次のイベントがホロライブ、ホロライブイベントということで、気まぐれねゲートなのかほはじきなのかしませんが、はい、次楽しみにしたいと思います。さすがにこんだけいればいい妖怪いそうな気がしますね。はい、すいません、またお会いしましょう。さようなら。いやー、久々に大惨敗ですね。